今日はどうも、あ、どうもありがとう。花粉症かも。今日もお話会見取ってなくて後悔。本当？服で？ひらっちさん誕生日おめでとうございます。よよいしょ。ひらっちさんおめでとうに、おめでとうございます。おめでとう。わいわい。今日は田中さんからもらったメイク道具ばっかりでメイクをしています。結構ちょっと飲みながら出しとこう。ステージ衣装みたいな、それ言われた。どう？アイラインが取れてる。そう、リボンあんま見せてなかったけん気づかれてなかった。写真で気づく方が多かったですね。ちょっと付け足します。そっそ、うん、確かに。白鳥さん、白鳥さんお誕生日おめでとうございます。よいしょ。白鳥さんおめでとう。ねえねえ、おめでとうございます。おめでとう。姫ですか？おめでとうございます。目の下がキラキラね。どう？目の赤いメイク、ピンクメイクどうですか？スケスケです。にゃん。へこんでるの見抜かれてテンション上がった。なんでやねん。キャワは今日のメールの写真で思った。本当？今日ちゃんと説明できてよかったです。ありがとう。そう、リングライト誕生日の時にもらって。黒の服だからピンク入るでしょ。っていうか私ってハーフアップ似合うもしやって思いました。プレゼントで親に。やっぱねメイクって大事って思う。うん、フローラー調べるの忘れてた。なんか今日鼻筋がすごいんですけど。写真ピンクのカラコンつけてるかと思った。本当に目は。でもね、なんかアイシャドウで目の瞳の色のなんか見え方って変わるって最近思いました。アイシャドウって結構大事って。え、鼻のハイライトね、してない。光がすごすぎて。こんばんは。セリアさん、村勝オンリーユーさん、レブニャンさん、トシヤさん、キコリさん、ツボユウスケさん、ナダダダムドさん、ギルスさん、バンジェラモンスターさん、シュウゾウさん、ブラウンヘアーさん、
白鳥さん、大チョコピマルさん、ゆきさん、ありがとう。コックさんのしげさん、M健さん、 Thank you。 今日ちょっとお話し会で、そう、しげんさん、おーちゃんさん、あとあのお名前なかったっていう方、一回教えてもいただいてもいいですか。昨日のおとといのタワーのお礼、おとといのタワーのお礼の昨日のやつのおやつ、そうそう、おっちゃんさん、ありがとうございました。皆さん書かれてなかったよっていう方いらっしゃったら教えてください。ください教えてください。坪井祐介さん、そう、坪井祐介さん、間違えた、坪井祐介さん、ありがとう。マー君さんも、ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう、そう、ありがとうございます。こんばんは。ごめんなさいね。最近スタジオ知って好きになりました。STU じゃなくてスタジオから入ったってことですか。今更ですけどすいません、配信始まってすぐ誕生日とは。あ、翔さん、そうだ、翔さん、ありがとう。Thank you です。ありがとうございます。誕生日コメは見逃さない道でもタワーをすべてカウントするのは難かった。それはちょっと難しかったですね、本当にごめんなさい。 AKB のおしまし再販あるのね。道のとこ使えるなら追加したい。使えると思う、と思う。最近オキポとソラハバチバチみたいな取り合い、取り合ってないよ、ソラハちゃんが嫉妬してるだけ。ピン横ちゃん、マーンさん、ありがとう。今日の服ザラです。 STU 好きな人からスタジオをしてもらっ STU 好きな人からスタジオを教えてもらって STU に入りました。じゃあスタジオ、ほぼスタジオ入りってことじゃないですか。嬉しい。ネムニアさん、ビルマルビルマックスさん、キョウちゃんさん、またたびさん、天使のヌグさん、ありがとう。受かったから申し込んだ、ありがとう。話しかありがとうございました、ありがとう。ね、いや、ソラハちゃんみたいな子がいてくれて私は嬉しいです。ありがとうって本当に思ってる。キョウちゃんさん、シンさん、ありがとうございます。そう、コッコとお買い物して買った服、3月 AKB あの日だけなのね。そう、3月14日だけですね。一応追加で申し込むかもかも。ありがとう。いや、でもスタジオはね、そう、本当にスタジオってね、のスタジオに推しがいなくても見に来てくださる方が結構いてくださって、パフォーマンスグループって言ってるから、そのパフォーマンスを見に来てくださる方が いてくださるのが嬉しくて、なんかそれがね、なんて言ったらいいんだろう、パフォーマンスってやっぱさ、なんて言ったらいいんだろうね、
そうなんですよ。それなんて言ったんだろう、推しが動いてる、推しが輝いてるっていうのもなんかすごいね。それを見ることも楽しいし、見に来てほしいし、でも推しがいなくても楽しんでもらえるってやっぱね、すごく嬉しいことだから、このパフォーマンスをしてる側にとっても。そう、そういう方がもっと来てくださるようにも頑張りたいなと思います。私のハイテンションが楽しい。でも私のハイテンションが楽しいのは私のことをさ好きでいてくださる方だけやろ。タコツボあげてる、懐かしい。推しがいるからより素晴らしい。来月申し込む、ありがとう。今日は少ししかお話できなくて会えない時間も、一のこと考えてた、ありがとう。スタジオのパフォーマンス集団なの本当好き。本当いい。そうそう、髪につけてるリボンも可愛い。これユミリンも褒めてくれた。なんかユミリンってこういうのが好きらしいですよ。っていうか私ハーフアップ似合うなハーフアップなんかいいね。っていうかさ、ピンクメイクの方が似合うと思う？僕は複数人推したけどスタディオは熱くて好き。そうなのよ、熱いんです。 Thank you。 フォーメーション見るのも、ああ、スカパラダさん、ジブニアさん、ありがとう。お嬢様呼びあんまりいらっしゃらなかった。今日でさらに好きがマシマシになっちゃいました。ありがとう、嬉しいです。うん、うん、そうそう、黒が似合うのかな。なんで今日はあれなんだ。ユミリンは昨日いつ美月って呼んだか覚えてないみたい。なんで、悲しいんだけど。おーちゃんさん、ありがとう。そう、地雷系って言われた今日。ピンクだと可愛さがえぐい。ほんまに？そのメイクに髪型と服装がめちゃ合ってる。じゃあ今日はあれじゃん、自己プロデュース力超高いじゃん。私全部自分でやったから。今日あの気づいたかと思うけど、あの横毛もさ、くるんってせずにストンって下ろしてみたんですよ。そっちっぽいかなと思って。すぐるなそさん、ありがとう。こんばんは。どっちがいいのかな。服に合わせてメイク変えるのがいい感じ。4分の1は厳しい。何の話ですか？ギフトの話ですか？でもギフトね、一個一個全部を読み上げてるわけじゃないんですよ。さっき読んだ方は呼ばなかったりするから。でももうギフトのね、呼ぶギフト投げてくださった方のお名前を呼ぶ呼ばない問題は難しすぎて、もう全部呼んでない方もいらっしゃるし、配信者さんって、うん、意外結構読んでる方だとは思うんですけど、私は。ごめんなさいね。今日の髪型本当好き、嬉しい。誕生日おめでとう、ありがとう。ん？触覚巻いてないの天才すぎるいつも巻かない方がいいのかな。でも今日も前髪がいいねってココが言ってくれた。
ファンの方も言ってくださった。明日はにゃんにゃんにゃんの日。あら、ほんとだ。かぐや様的なね、ちょっと思った。独り言カラオケ入ってよかった。え、そうなの？これのカラオケ？これのカラオケ？今日お話し会でその髪型で微笑まれてワインの微笑まれてワインを心広島にまで。の、そうだ。おきちゃん早速歌ってた。私も歌いたい。カラオケじゃない。待って。イヤホンが、イヤホンどこ、イヤホンどこ、イヤホンがない。イヤホン、ブルーボスティーを飲みながら、なぜ一人微笑むの、テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。イヤホンがない。裸足になってどうする？つまりそのままどこかへ歩いていくの。Hey, ねえ、何がでしたいんだ？行動が予測できないの。人の目気にせずに決まるね。そう君にいつも花が咲いて。イヤホンがない。枕の下にあるの？なんで？枕の下？めっちゃびっくりした。二人同時に言ったやん。あったー、ナイス。カバンに入ってました。ピンクの服はあまり買いません。いや、もうダスティーピンク、くすんだピンクが好きです。正解した。いや、だいたいカバンの中やろ。カバンはカバンでもリュックでした。もうすぐ22歳。うそ、早すぎん？ディアジェイ、ディアジェイって入ってるのかな。今日ともちんさん見た。そう、普段 AirPods 使ってるから、 AirPods なら今日ね持ち歩いてたんだけど、これ3拍子4拍子入り混じってるのかな。でも普通そうですよね。わあ、ドキドキする。音量上げて、音量。にゃあ、行きます。いつもとは違う、反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか、行き先
先は知らない。今日は人混みで足を踏まえたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。一人事で語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃ清々しい。一人でいるのは心細いけど新しい世界だ。始めるのは語ってるだけより意味あることだと思う。目をつぶって奥底で語る。電車は何時なのか忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうと思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。ここまで来て気づいたんだ。一人ごとで語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。楽しい。この曲歌うの楽しい。なんかさ、ここにマイクがあるとさ、どんだけ声を出していいのかがわかんなくて、高い声を出そうと思ったらちょっと張っちゃうから、あのね、そう制御しちゃってね。もう一回歌って。 OK、 もう一回歌っていいの。楽しい。
違う反対のホームからガラガラの電車に衝動的に乗ったどこへ向かうのか行き先は知らない今日は人混みで足を踏まれたくない街は遠ざかり窓の向こうには田園が広がる独り言で語るくらいならば黙ったまま何かしよう今の場所でどんな想像はしても見えるものに限り清々しい一人でいるのは心細いけど新しい世界だ始めるのは語ってるだけより意味あることだと思う目をつぶって憶測で語るわ確かめてみろ頬に触れる風を感じながら深呼吸を一つする現実に僕は立ち向かおうその全てを受け入れて幸せとか不幸せはそもそもじゃ見分けつかない次の電車は何時なのか忘れ物を思い出して僕は何を今すべきかちゃんと街へ帰ろうと思うもう誰ももう何も羨ましくなんかない独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ近くにあるここまで来て気づいたんだ濡れちゃった一人言で語るくらいならば黙ったまま何かしよう今の場所でどんな想像しても見えるものに限りがあるここきっと見つからないだろうみんなが行くその目的地には夢に気づくものはいないぶつぶつつぶやいてだって誰が耳を傾けるんだ楽しい。ああ、踊りたい。楽しいんですよね。この曲、踊るの。声の透明感やばすぎ。ほんと？嬉しい。
落ちちゃった。カラオケしようとしたら落ちちゃう。DJ ある。話しかありがとうございます。あ、ありがとう。歌えるかな。あの時私たちすごいむずい。2年前ぐらいはちゃんと歌えてたのにな。びっくり。うん、え、でも2番は初めて歌いました。ちょっとわからんかった。赤いビーヒー、そう、君へちゃん、
友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。ロマンティック病、ロマンティック病。赤いピンヒー、気持ちは飛び込み現金、どうでもいい話をして見れたアプリさよなら。次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった。気持ちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わる。問題よ、まるで別人のように自分から望んでいるのか。ロマンティック病、ふわりふわり浮き上がれ、現実を忘れよう。悲しみはここに捨てて、心軽くなって、夢を見てのバラ色、ふわりふわり浮き上がれ、ときめきを思い出せ。この想いが叶わなくて僕は最高だ。ラブバルーン、こんなんよね。ロマンティック病の衣装もちょっと黒ピンク白みたいな。そして君とまた会ってクレイジーラブだけど、瞳は一方通行、相変わらず上がりっぱなし、あっという間にバイバイ。何度会ったところで好きすぎて個人的な話できなかった。可能性、将来性、協調性、恋と愛は違うよ、気づかれたい。それが恋さ、そばにいるだけでいい、それが愛だとわかった。じゃあ僕はどっちの方だろう。ロマンティック病、ふわりふわり風に乗れ、ポジティブに吹かれよう。嫌なこと全部どけて、肩の荷を下ろして、ここはまるで天国、ふわりふわり風に乗れ、ドキドキに目を閉じろ。この願いが届かなくても、ずっと君に片思い、ラブウィンドウ。かわいい、これ大好き。ここに捨てて、心軽くなって、夢を見ればバラ色、ふわりふわり浮き上がれ、ときめきを思い出せ。この想いが叶わなくても、今の僕は最高だ。ラブバルーン、全然よ。
オッケー。うわ、唇に Be My Baby 歌いたい。見て。
懐かしい。2億回おめでとうございます。 AKB さんおめでとうございます。うん、私が中学生の時か。AKB さんって曲数すごいな。サンダルじゃできない恋、パンプスに履き替えて抱かれましょう。これ歌いたいんよね。純がソロ公演したら絶対入れたい。てかこの曲チュリさんの声がめっちゃ聞こえるの。そんなにせかさない